はい、こちら10階までになってます。貸し出しも結構ありますね。はい、そして10階のエレベーターホールです。お、意外にエレベーターホールもっと広いですね。はい、こんな感じになっております。こちらにはズボンプレッサーも置かれております。今日のお部屋1-2号室、廊下も広いですね。ということで、こちらですね、ちょっとすいません申し訳ない、暑いちょっと失礼します。あっというのはちょっとね、コーヒーをね、ウェルカムコーヒーを持ってきてしまいました。はい、すいません。 EX のいつものようなちょっとねエメラルドブルーのようなカードになっております。はい、では入ってみたいと思います。はい、ということで、まあ、もやあこちらですね、入ってすぐ左側にですね、こういった形でパッケージスタンドと、それから室内用の使い捨てのスリッパ、それから、靴べら、あとはね、ハンガー木製が5つ、あと消臭スプレーなんかが置かれております。上は棚になっていて荷物が預けられるようになってますね。はい、今入ってきたところですが、こんな感じの長方形で、こちらの方は、あれか、最上階だから左側のこの空白の部分は屋根なんでしょうね。という感じでございます。床はですね、このちょっとエンジンがかったやつで結構広い廊下になってます。悪くないですね。はい、それではお部屋見てみたいと思います。こんな感じで、じゃじゃーん。最近ちょっとね、古めのビジネスホテルが多かったんであれですけど、めちゃそれのせいかめちゃ綺麗に感じるのと、なんか思ったよりすごく効率的に家具が配置されていて綺麗ですね。なんだろうこれは、この感じはこの家具がまたちょっとオリジナリティありますね。はい、壁からこういったテレビのボードになっていて、でここがちょっとね、こういった凸型の形になっていて、こういった形でね物を入れていったりとか、こちら側になんか収納みたいになってるという感じですね。はい、それではちょっと見ていきたいと思います。まずこの、バーカウンターですね、こちらの1段目にはクリーニング、ドライクリーニングのバッグが置かれております。それから2段目がタイガーの電子ケトル。それからですね、食器として、白いコーヒーカップ、陶器のやつとガラスのコップ2つ、それからカトラリーとしてスプーンが2つあります。綺麗ですね。ピカピカ光っております。このトレイもなんかいい感じですね。それから一番下、こちらがですね、こういった濃いダークブラウンのワンドアタイプの冷蔵庫になってます。MEE、三菱電機エンジニアリングのワンドアタイプの冷蔵庫ですね。そして、その、上にはですね、テレビでございます。はい、テレビ、どうでしょう ?32 インチと読んだ。はい。シャープの、テレビになっております。そしてですね、ここには電話も置かれてますし、あとここには空気清浄機置かれてますね。パナソニックナノイーになっております。ここには排気口もありますね。はい、すいません、ちょっと。ごめんなさい。鏡になってんな。冷房入れさせていただいてよろしいでしょうか。いつものごとく。暑い。冷房はちなみにダイキンさんの冷房が、こちらの、この上にこうやって、はい、はめ込まれております。玄関の方を見ると、こんな感じですね。かなりちょっと広いですね。そしてここに、姿見が、設置されております。なんでしょうね、このね、ちょっとね、輪っかみたいなのがなんか気になりますね。これなんだろうね。この跡は、何の跡なんだろうこの部屋だけでしょうか。はい、そしてこっち側にはですね、こういったコーナーに、なんとテーブルがあって、椅子があって、仕事ができるようになってます。あとね、ここに鏡もあるんで、まあドレッサー兼務だと思うんですけど、これ非常に考えたよね。うん、これいいと思います。わ、ピザ美味しそう。今晩ピザを取っちゃおうかな。わぁ、まあ、美味しそうですね。はい、という風な感じになっております。そしてですね、ベッド。ベッドもですね、ちょっと大きめですね。どうだろう ?140 センチメートルあるかもしれないですね。
ダブルベッドかなという気はいたしますね。結構フィルメのベッドに、こういった白のすごくこれも綺麗な、ブルーのラインの入った室内着ですね。これはセパレットですかね。あ、セパレットですね。いいね。という感じになっております。そして、窓。窓結構大きいんですけど、ただね、この辺ちょっとね、秋葉原の密集地ということは、隣のビルがもう見えるので、眺望はほぼないという感じだと思われます。角にはこういった照明があるという感じですね。はい、天井もですね、なんて言うんでしょうね、この天井高い部分がそんなスペースなくて、この周りをなんか針みたいなのを囲んでるんですけど、まあ、こっち側は本当の針と柱だと思うんだけどね、こっち側は多分この、なんだ、パイプスペースとかが入ってて、それを隠してる感じですかね。はい、それでは、そのパイプスペースの延長となる、水回りです。これちょっとね、段差10センチメートルぐらいの段差ですかね。はい、じゃーん。おお。え、かわいいんだけど、この壁。初めて見るね、ちょっとオレンジがかったふわふわ系になっております。ここはですね、こういった形で、鍵も閉めれるようになっております。お邪魔をいたします。ということでですね、リクシルのですね、こういった、便座、それから、こういった洗面台、ちょっとね、淡いグレーの感じの洗面台があります。資生堂のこの台の上にこういったね、プラスチックのことが置かれているということは資生堂なのかなと思いきや、なんと、トイレタリーは DH アメニティになっております。はい、ドライヤーはパナソニックのユニティですね。タオルも普通な感じでございます。ただね、これ本当になんか、この壁、個人的に好きなね、マーブルみたいなね、マーブルっていうか何、オレンジのマーブルみたいな感じで。で、バスタブもですね、ちょっと頑張って広くしたような感じがあって、悪くないですね。これも綺麗です。これもリクシルの、シャワーが、ついているという感じですかね。はい。いうところの感じですかね。以上ですかね。はい。いう感じになっております。こちらから見るとこんな感じですね。ちょっとね、このやっぱ鏡のね、上とかのあの丸い汚れというか、跡がちょっと気になります。以上です。今回泊まらせていただいたお部屋はですね、セミダブルルームでございました。宿泊プランが元東京の対応プランということです。ベッドタイプがですね、140センチメートル幅のダブルサイズ。マットレスは下地さん製で、ちょっと厚めのタイプでございました。食事の素泊まりで広さが 12.5 平方メートル。料金がですね、税込みで6000円。都民割が適用になって実質負担が1000円という形でございました。選んだポイントはですね、京急 UX インというところと、もっと東京対応プランだったということで、予約サイトはですね、直接予約をさせていただいております。まあ、直接サイトを予約特典として、なんかミネラルウォーターをチェックインの時にいただける形でございました。今回の部屋の平面図こんな感じでございます。入ってですね、すぐ左、水回りがあってですね、その奥に、ベッドと机と、それから、まあ、テレビのワゴンがあるという感じになってまして、まあ、非常に効率的な配置になっております。窓はあるんですけども、ベッドの横にですね、眺望はないという感じでございました。西向きの部屋、面積 12.5 平方メートル、天井高には52センチメートルの部屋でございます。数字で見る部屋データ、まあ、ちょっと特筆すべきこと特にないんですけれども、まあ、ちょっとね、気持ちいい Wi-Fi スピード遅かったですかね。はい、いう状況でございます。客室のバリエーションです。基本的に単身者向けのホテルと言っていいと思うんですけども、まあ、シングルルーム、スタンダードルームなんかがあるという感じになっていまして、あとね、京急最近のホテルはレディースルームというのがありまして、こちらもそういったものがあるという感じでございます。こちらのってはこんな人向け、まあ、ビジネス、プライベート、双方対応できるホテルでございます。秋葉原駅の近くの静かなホテルを探している人、あとね、喫煙ルームがありますので、喫煙者にも向いてるかなと思います。もっと知りたい人向けのコンテンツになります。京急 EX イン秋葉原はですね、京急電鉄グループの京急 EX インがですね、運営するホテルになっています。こちらオーナーがですね、大英不動産という中央区にある不動産会社でございまして、まあ、京急の電鉄が一括してこれを借り受けてですね、それを京急 EX1 が運営するという形になっているそうです。まあ、グループのホテルよりもですね、なんか客室デザインとサービスをワンランクアップしたと、まあ、開業当時のリリースを見るとですね、記載があったんで、まあ、そういった部分もね、ちょっと興味がありました。京急電鉄グループではですね、ビジネスホテルの京急 EX イン以外に、まあ、
リゾートホテルとしてのですね、観音崎京急ホテルだったりとか、ホテル京急油壺であったりとか、あと伊豆長岡温泉京急ホテルなんかのホテルも運営しています。京急 EX1 はですね、ここ数年開業したホテルが、まあ3軒かなあるんですけども、逆に閉業したホテルも4軒ほどありまして、現時点ではですね、16棟のホテルを運営しています。これまではですね、すべて京急線沿線だったんですけども、直近ではですね、北海道にも開業しています。京急 EX-IN 秋葉原の最寄り駅は、銀座線の末広町で徒歩4分ぐらいなんですけども、秋葉原駅からもですね、徒歩5分ぐらいという形になっています。秋葉原駅から歩いた方がわかりやすいと思うんですけども、駅とね、ヨドバシの間の道路をまっすぐ歩いてきて、ちょっと右側に入ったところにあります。この辺はですね、まあ、ユッキーもほとんど行ったことがない秋葉原駅付近ながら、静かなエリアになってまして、人通りもね、非常にこう、まばらな、穴場な、地域になっております。フロント1階にあってですね、同じ1階にはですね、アメニティバーと、それから、ウェルカムコーヒーがあります。まあ、現在ね、歯ブラシを含めて、すべてこちらからピックアップする形になっています。はい、それではですね、京急 EX-IN 秋葉原のベッドチェックになります。こちらのベッドはですね、幅が 140cm のダブルサイズ、長さが195、高さがですね、55cm ぐらいでございます。そして今日の部屋着でございます。こんな感じでですね、上下セパレートになっていまして、めちゃくちゃ柔らかくて着やすい部屋着になっているウェアになっております。はい、それでは倒れ込んでみたいと思います。せーの。おー、なんか程よくリバウンドがある感じですかね。もう一回行ってみます。せーの。そんな感じでございます。お部屋の方はですね、とっても個性的なこう壁紙とライトウッドの家具で、パッと見、こう、若々しい感じがあってですね。面積 12.5 平方メートルと、まあ広くないんですけども、ベッドとね、デスクとワゴンが効率よく配されているので、なんとなくね、面積より広く感じてとても過ごしやすかったですね。水回りもちょっと変わった色のパネルで、なんかね、面白い雰囲気でございました。こちらのホテルにはですね、あと、レストランがありません。なんでね、朝食っていうのは、ただ、なんか、ないはずなのに朝食プランというのがあってですね、その場合はですね、近くのコンビニとかコーヒーショップでの朝食チケットも渡される感じみたいでございます。雪材でございます。こちらのアメニティバーにはですね、インスタントの飲み物系があるんですけども、その中になんと、スープと味噌汁がありました。これまでね、雪泊まったホテルで多分初めてのこういった経験だと思うんですけども、非常にこれはありがたかったですね。リュッキーのレビューです。まあ、ちょっとね、かなり、なんていうかな、変形した形になっておりますが、まあ、部屋は、良かったんで、4とさせていただきました。設備品もですね、取り揃っていたので4。水回りはユニットバスなんで2とさせていただいております。まあ、サービス、ベルカムコーヒーがあったりとか、あとね、アメニティバーが豊富だったりしたんで、4とさせていただいております。環境眺望はですね、ちょっと駅からもアトリックのに加えて、眺望もほぼないということで、2とさせていただいております。良かった点、残念だった点、ここに書かせていただいております。いております。はい、これまで触れているので省略させていただきます。ということで、ユッキーの総合満足度、今回は A とさせていただきました。秋葉原にあってね、まあ、非常に静かなホテルでございます。効率的なプランとアメニティが豊富なこともあってですね、満足度高めかなと思います。男とでございます。今回妥当とさせていただきました。まあね、秋葉原駅っていうのはね、ちょっとね、ホテル密集地のとためですね、こちらのホテルの、まあ、宿泊料金自体は、リーズナブルな感じも受けるんですけども、まあ、相対的に他のホテルと比べると、また妥当なラインかなと思います。ということでね、気に入ってる状況をここに書かせていただきました。結構ね、4000台のホテル、泊まれるホテルが秋葉原たくさんあります。各動画の説明欄に各ホテルのリンクも記載しているので、参考にしていただけたらと思います。カフェをしたところ、ちょっとね、早めにホテル着いちゃったんで、こちらのケイロコーヒーというところで、コーヒーいただきました。ユッキーね、アイスコーヒー苦手なんですけども、コールドブリューって書いてあったんで、ちょっと気になって頼んだら、最後の一杯ですと言われました。なんか得した気分にもなっていただいたんですけども、はい、全くガムシロもですね、ミルクもなく、ブラックでございました。聞かれてなかったですね。で、あと、シナモンロールいただいたんですけども、まあ、大きさ的にはね、そんな大きくなかったんですけども、美味しくいただくことができました。すごくスタイリッシュでインスタ映えするカフェでございます。あとですね、夕食食べたところ、関取ラーメン、龍拳っていうんですかね。はい、ちょっとね、こんな感じで、かなりちょっと入るのに勇気がいるようなところですが、まあ、ネットで調べたらね、冷やしラーメンっていうか、ごめんなさい、冷やし中華がめちゃくちゃ美味しそうだったんで行ったらですね、冷やし中華やってないということで、冷やしラーメン大盛りっていうのをいただきました。
はい。ということで、京急 EX 新秋葉原、機会があったら泊まってみていただけたらと思います。それではまた。